回お忙しいとこ集まりいただきありがとうございます。我々 DBC レースはこっちに、4月に来たんですけど、その者たちがちょっと講習会やろうということ で、あと終わった後はここせっかく新しいスペースができたのでパーティーやろうということで今回企画させていただきました。ボーノーと申します。よろしくお願いします。で、最初に私の方からじゃあお前らなんやねんということで、なかなか話する機会、実は4月のリトリートでちょっと話したんですけど、あの時は英語でよくわからないというふうな多分ご意見もあると思いますので、統合データベースと DBC でスタートということで、私がちょっと前座として、簡単にですね話させていただこうと思います。いいですか、こんな感じ。はい、じゃあやります。で、我々のところの DBCLS なんですけれども、ちょっとこれも歴史からお話した方がいいと思っていまして、ちょっと年表を出します。で、DDBJ は、我々のところとも全関係なくて、私がもう大学院生になる前からずっとDNA のデータをアーカイブするということで日々変わらずずっとやってきていただいてて、もう30年ぐらい、30年近くか以上か、30年ぐらいですね、やってて、もうすぐ次回でリリース100になるはずだと思います。リリース100の時もこんな会が開かれるんじゃないかと思って期待しております。で、それとは関係なくたら関係あるんですけど、関係ある中でですね、文部科学省の方がヒトゲノムも決まったのに日本から出ているデータが非常に使いにくいと、使いにくくてなんとかならないのかというふうに製薬業界の方から言われていると、それが新聞にまで出てしまったと、どうしようってことで文部科学省の方からそのライフサイエンス分野のデータを使いやすくしようと、使いやすくするようなことをやろうということで、ライフサイエンス分野の統合データベース事業というのが2006年ぐらいから始まりました。で、それを受けてこの、皆さん今所属されてます電研と同じ情報システム研究機構のところに新しいセンターとして、このライフサイエンス統合データベースセンターというのが2007年にできまして、その時の一番初代センター長として高木俊久先生が就任されました。高木先生は現在DDBJ の方のセンター長ですから、ご存知の方も多いかと思いますが、そういう高木先生、当時、今もそうですけど東大の教授もやられている高木先生がDBCLS の初代センター長として、この、ライフサイエンスの統合データベースプロジェクトというのを、初めてですね、その、プロジェクトの、中核機関として、やりました。けどこれはDDBJ と違って文部科学省のこうプロジェクトとしてやってるので、5年に1回 の、というプロジェクト制で、予算がついたものですから、見ての通り後でこの、2007年は7年前ですから、何かがあったっていうのは分かると思うんですけれども、最初はそういうふうなプロジェクトで始まって4年ぐらいやってました。で、ですね、その今言った4年の期限が切れて、じゃあ次どうするかという時に、JST の、方 の、 センターとしてセンター化して続けようということで、NBDC というものを、新たに、JST の方のセンターとして設立して、そこと一緒にやるという形で DBCLS は別のセンターとして、続くということで続きました。続いてやってます。で、実は現在の、センター長はいろいろちょ、事情ございまして、小原雄二先生にやっていただいてます。小原雄二先生は皆さんもご存知の通り遺伝研の前の所長でございます。で、小原先生のもと今はDBCLS という、センターで続けてやってるんですが、主に、最初とはだいぶ役割が変わってきて、統合データベースを統合するため の、 技術の開発と、もともとそういう色合いもあったんですけれども、そこに割と特化して技術の開発ということに特化して、やってます。で、最初から実は東大 の、 一部の敷地を借りてずっとやってたんですけど、それもいろいろ紆余曲折ありまして、一部はこちらの方に遺伝研の方に、移るということで、参りました。それが去年 の、 4月で、それ以降我々ここに、おりまして、そういうふうな形で、続けて JST の、共同研究としてずっと続けてやってます。そういう状況なんですけど、こういうのも全部ウェブサイトにアップしてますし、この、資料自体も後で URL いくつのものみんなが言ってくれると思いますけど、これも、PDF でも公開してますから、後で見てください。出ますんで。で、で今言ったその、3つのセンターなんですけど、我々のところは DDBJ と、協力連携して、同じ連携の中でやらせていただいていると。で、 JST とは、共同研究という形で、これは予算をもらってやっているということで、簡単に言うと DDBJ は DNA のデータをアーカイブするところで、我々 DBCS はデータベースの統合をするための基盤技術の開発をしていると。で、この NBDC という JS の機関は
GST の機関ですから皆さん分かる通り、まあ、予算を配分するというような機能も持っているほか、まあ、ヘッドクォーターとして、まあ、戦略立案を練ってこういうふうにするよというふうな、まあ、中心ということで、今は一応役割分担をして、一応、まあ、これで全体で、まあ、いろんな日本から出てきたデータの、まあ、再利用、まあ、より流通するようにデータがバイのデータが流通するようにということを努め、やっておりまして、まあ、一応日本バイ NCBI というと一番僕は相当なのかなと思うんですけど、なかなかこれ言っても上の方に喜んでいただけなくて僕だけ言っております。で、まあ、そんな細々した上の話よりはもうちょっと具体的な話の方が皆さん興味あると思うんで、そっちの話をちょっと時間の許す限りしたいと思うんですけど、我々のところのセンターでやってて皆さんライフサイエンスの研究者に一番関係ありそうなところのものをちょっといろいろバラバラと書きました。ちょっともうノイジーなスライドになってますけど、後でこの URL 全部書いたものを皆さんに URL を教えますので、後で見てください。で、じゃあ一個ずつ説明していくんですけど、まあ、じゃあどんなで、いろいろデータベースが世の中で作られてて、日本からもいっぱいデータベースを作っている人がいると。そのデータベースどんなものがありますかというのをリストが欲しい、要するにデータベースのデータベースがみんな知りたいということで、そのデータベースのカタログっていうのをこのインテグバイオデータベースカタログという形で、やってます。これはまあ主に、JST の方が、やってるんですけど、ちょっと見づらいかな、こんなやつですね。よいしょ。ちょっと見づらいかもしれませんが、まあ後でインテグバイオデータベースカタログで多分ググると出てきますんで、まあ、現時点で1400件近く登録されてて、まあ、こっち見たら、まあ、どういう、生物のに対象にしたものかとか、そのデータベースがどのような、まあ、カテゴリーのものかとか出てます。で、こういうデータベースで自分で、まあ、欲しいものとかをこう検索してみるといいですし、こういうふうにここをクリックすると、例えばマウスに関連したものってやると、マウスのだけのものにこう絞り込まれて、リストが出てきますので、こんな感じで出てきます。はい、まあ、今日来ていただいている春川さんたちがやってたら、そのファントムとかいうのもこういうふうに出てくるということで、まあ、一応出てるなというのが分かると思います。で、今ちょうどもう出てきちゃったから説明するんですけど、こういうデータベースって常に維持されてるべきだと皆様思うし、実際そうあるべきなんですけれども、まあ、残念なことにもうそのデータベースを続けるインセンティブがなくなった。まあ、それは金銭的なものもありますし、違う研究やりたいからもうそれやめましたみたいなのもあるんですけど、まあ、そういうものがあってですね、データベースが続かないことがあるんですね。で、そういうふうに続かなくなったものに関してもこういうふうに、これは自動的なんですけど、休止何日以上みたいなのをこう出るようなこのカタログはなってます。だからなかなか便利で、クリックして自分が行きつけないのは自分のせいなの、自分の研究所のインターネットの接続が悪いのかなとかいろいろ思うと思うんですが、そうじゃなくて、こういうふうに叩いこの、まあ、システムがですね、毎日毎日そのサイトを叩きに行って、その動向に変更があった場合、こういうふうに出るような、そういう休止中というものが出てます。で、ここに、まあ、実は稼働状況というので、この稼働中というのも普通なんですけど、今みたいなこう休止しているもの一覧とかも見れますし、もう実際にもう公的にですね、運用はやめましたということをまあ言っているようなデータベースですね、そういうものも運用終了ということで、こういうふうに出るようになってます。はい、なので、まあ、安心して使ってくださいということです。で、こういうふうなものをずっとやってると半日ぐらい僕話できちゃうので、今日は短くあれしたいと思うので、今日はちょっと、まあ、こんな話はちょっとずつちょっとずつにしたいと思うんですが、あれまあ僕も Mac 使うの下手なんですよ。こうなんでこれ出てこないのかな。あれ、ちょっとこれいかんですね。ああ、全画面になってたのか、すいません。どうも。で、まあ、横断検索っていうのは、これもちょっと今もう時間ないからあんまり言いませんけど、データベースの、まあ、Google 検索みたいなのを作ってます。これは何がいいかというと、まあ、Google 検索だと例えばパーキンソン病とか、あと糖尿病とかやると、すごくその商業的なサイトというか、まあ、サプリメントがどうだとか、病院はうちに来てくださいとか、そういうふうなものがいっぱい出てきますけど、そういうものを除いて、まあ、学術研究に必要なものだけが、まあ、検索できるようにしているような、まあ、横断検索が使えますから、これも、ぜひ使ってみてください。なかなかいい
良いものになってます。であと多分ここが一番大きいんじゃないかと思ってこれを、もうちょっと、重点的に話しようと思ったんですけど、データベースアーカイブというものをやってます。これは何かというと、あれなんですね、先ほど言って自分たちで出したデータがあって、それが次の研究やるのにも続けられないというか、自分のところでこう維持する、あんまりこうインセンティブがないと。そういうふうなものをこう引き受けて、こういう形でですね、ライフサイエンスのデータベースとして自分はもうそのデータを使って出して論文出して、もうそれで持っててよかったと。なんですけど、それが他の人はまたそれが再利用できるかもしれないと。その再利用できるような人のために維持しておく受け皿をここでやりますよというのがこのデータベースアーカイブで、いろいろ皆さん の、ウェブサイトで作り込んだものとかがいろいろあるとは思うんですが、そういうサーバーごと受け入れるっていう形は今は取ってなくて、皆さんが出したデータ、画像データとかももちろん含めてなんですけど、そういうものをこう受け入れてですね、こちらから決まったフォーマットで配信できる。一番、典型的なものはExcelなんかで、Excelでこうあるスプレッドシート型ですね、テーブルで横と縦にある行列マトリックス型になったあのデータを受け入れて、この中でこう、決まったフォーマットで受け入れることができると、そういうものが、ここでサービスしてます。これはデータベースの永代供養と呼んでますけど、とにかく最後まで永代ここが、ある限りずっと拝み続けてくれるみたいなサービスだと思っていただければいいんですけど、自分のところでウェブサーバーをずっと維持するのも、ウェブサーバーのね、サーバーのセキュリティのやつがどうだとか、ハードディスクのディスク容量がどうだとか、電気代がどうだとか、いろいろ問題あると思います。でも、皆さんが出したデータは非常に貴重なデータですから、それを、いろんな人に使ってもらうためにこういうものもあるっていうので、ぜひご利用いただければというふうに思います。で、これじゃね、あれ？リテラシーがないことがバレバレなんですけど、なんかおかしいよな。違う、コンピューター終わったらダメですよ。で、時間はまだあるようなのでちょっとずつ言いますけど、そういうようなサービス、この3つのサービスを一応大きなサービスとして、NBDC の方で、維持されしていただいてます。でもともとこの3つのサービスは DBCS が2007年に始まった時からずっとやってきた、DBCS が開発して NBDC が維持しているという、主力のサービスですので、割とよく作り込まれてなっていますので、ぜひ、利用していただければと思います。で、それ以降はもうちょっとDBCS でもやってる続けてやってるようなものになるんですけど、この新着論文レビュー領域融合レビューというものですね。これは皆さん聞いたことがあると思うんですけど、ですね、じゃあ新着論文レビューの方からお話をさせていただきますけど、これなんかさっきからやると、これまあいいや、さっきからやるとなんかおかしいんですけど、まあいいや、こういうやつですね。これはもう見たことある人が多いと思うんですけど、これファーストオーサーズっていうものですね。なんか検索してて引っかかったことが多いんじゃないかと思うんですけど、我々のところでやってます。実は柏の方の、これもほとんど一人でやってるんですけど、我々のところでですね、実は昔タンパク質拡散酵素の編集長をやってた飯田さんという人がいまして、その方がこういうものを続けてやりたいということで、ライフサイエンス新着論文レビューという形で続けてやってます。これは何かというと、もう皆さんご存知と思いますが、ある一定の基準を満たす、いいとされるジャーナルに論文が出たときに、日本人の方の場合にその人にお願いして、母国語で違う分野の人にあなたの研究を紹介するような形で日本語でレビューを書いてくださいというふうにお願いしてですね、その人にが OK と言ったらこういうふうに書いてもらって、そのものをここから公開していくと。今までよくタンパク質拡散酵素とか実験医学などで論文出たらそれのレビューが日本語で出るということが あるのを知ってると思いますけど、それ の今の現世代版ということですね。昔はああいう印刷媒体じゃ、出版紙媒体じゃないと皆さんに流通しなかったんですが、今インターネット上で誰でも見れるわけです、つながれるわけです。ですのでインターネット上のウェブサイトでこういう形にして、ある程度、信頼のおける機関が発信していると、これは本当だろうということで
皆さん見る側はただで全然見えるというような形で、その最新の研究 のものが日本語で、まあ、違う分野のものを見ることが多いと思います。自分の分野のものは もちろん日本語でなんか読まなくても原文で読むと思いますので、そういう目的にまあ使うんじゃないんですけれども、そういう形でまあどんどん発信していくと。でこの記事とかあとですね、使われている図などがいろいろございますが、その図とかに関しましてもライセンスがですね、このクリエイティブコモンズライセンス CC BY というようなライセンスが入ってるんですけど、これもどっか下の方に行けば入ってるかな、こういうやつですね。このだから記事を引用するときにはここから取りましたよってことさえやっていただければ改変して利用してもいいですし、次に誰かにこう見せるのにこう使ってもいいですし、商用ライセンス禁止してませんから商用で使ってもいいと、そういうようなまあライセンスのもと、まあ誰でも自由に使えるようなものとしてこう発信していると。それがまあこの新着論文レビューというものになります。まあ、そういうようなサービスをやっているのと、あともう一個の領域融合レビューの方は、その分野においてちょっとまとまったレビューを学会の方からまあ紹介していただいて、そのまあ分野で有名な人に書いてもらうというようなことをやってて、新着論文レビューはその出た論文そのものなので、ちょっとまあ流行りとかその時代の流行りとかに偏りますが、こちらに関してはいろいろな広くいろんな分野に関してそういう長めのレビューを発信していこうということで、リーディングオーサーズって形でやっています。で統合定理に関しては後でちょっと説明しますので、ちょっとまあ、動画でのチュートリアル、こういうふうにやってるようなものも含めて、まあ、発信していく、そういうことをやっているほかで、まあ、最後に、まあ、皆さんに知っておいてほしい僕らの活動として、この今やってるような、まあ、講習会なんか含めまして、統合データベース講習会 AJAX というものをやってます。あ と,、今年度、東大の方で、場所は東大なんですけど、やってた次世代シーケンサーの復習コースというようなものに関しても我々が講師になってやっております。でまあ、こういうものに関してなんですけれども、オールジャパンアノテーターキュレーターシステム DB アドミニストレーターということで、このアノテーターキュレーターシステム DB アドミニストレーターを育成しようということで、7年ほど前に我々が発案して講習会を日本各地でやろうということで、いろいろなところでやってきました。でどこでやったかということを、まあ、地図にマップするとこんな感じです。まあ日本各地でやってます。沖縄でもやってます。まあ、50回ほどやったんですけど、まあここ7年ぐらいやってます。でこの講習会はどちらかというと主に、まあ、初心者向けに、ウェブブラウザーがあったらそこで全部できるというようなことを、まあ、目指して やってきた講習会でした。ですが、まあ、割といろんなところでやってくると、それよりはもうちょっと一歩進んだ NGS 次世代シーケンサーの解析とかが知りたいよみたいな話が、まあ、だんだん増えてきて、まあ、この講習会でもちょっとアドバンスの内容で NGS の解析のやり方とかもやるんですけど、やっぱりそうやるとですね、参加者がですね、初心者から中上級者までいろいろ触れてですね、割と大変と、割とその受講者のレベル合わさないとこっち教える方も大変ということで、まあ、そういうちょっとアドバンスなものをやらないといけないんじゃないかというふうなことを我々考えまして、この、AJAX 講習会のアドバンスト版をやろうということで、やりました。で実はこうそういうのってやりました、ね、今回はこれを企画しました。で実はこのようなことって最近僕らが勝手に思ったことじゃなくて、さっきの AJAX をやるっていうのにはですね、実は、前振りがございまして、昔こんなこれその頃のあれなんですけど、電研でですね、そこちらにもいらっしゃいます中村康和さんと一緒に僕らがこういう研究会っていうのをやって、実はそこの宿泊棟の場所を借りて2003年とかのちょうど12年前なんですけどに、こうそういう研究会という形でこういう講習会的なことをやってました。その頃はもっとマニアックというか、こんなウェブとかで何でもできる時代じゃなかったので、X のコマンドラインを開いてみたいなところからずっとやってた講習会で、その頃からこういう講習会は、まあやってたんですけど、まあ、そういうのをまたやりましょうと私が去年 のぐらいにちょっと言ってですね、それでやりました。でその頃やってた講習研究会というのはこの生物学者による情報処理技術研究会というもので、まあ
中村康和さんは前にこちらのに移られる前にカズサ DNA 研究所というところでそういうこのような活動を割と活発にやってらっしゃったんで、私はまあそれに賛同してそういうものをずっと一緒にやってたんですけど、まあ、見ての通りちょうど12年前に、やると、まあ、見ての通り所属が違うから分かると思いますけど、なんとすごいことにカズサ DNA 研はこのウェブサイトをまだ公開してくれててですね、このサイト見に行くとちゃんとこれが残ってます。本当にすごいと思います。皆さんの所属はちょっとずつ違うんですけど、まあ、このようにやってると、本当近いですよね、時期的にも。あ、明日か。本当、まあ、偶然なんですけどね、これあんま狙ってません。で、まあそういうのがあって、まあ一周して、まあ12年経って、アジャックス講習会なんかで初心者向けはやってきたんだけど、さっき見てたような研究会のような割とこう中上級向けというか研究者でもうちょっとアドバンスな人向けのものをあんまりやってなかったなという反省からやろうかなという時に、ちょうどこうネイチャーダイジェストの方の人がですね、ライターさんがバイオフィマティックスをやってる人に関して得体が知れないから取材させてくださいということで取材を受けました。で、我々が今日全員来てるんですけど4人、取材を受けて、その4人が座談会をやって、それの結果出てきたのはこういう誰もがバイオフィマティシャンの時代というタイトルの記事で、ですね、それはどうなのかというと、これが僕が言ったのはこれからは生物学者自身がデータ解析する時代なんですって言ってて、実は12年前にも全く同じようなこと言ってて、何も言ってること変わってないんですね。生物学者が実際にデータを解析して進めないと進まないよと、まあ、現時点もそうですけど昔にもそうだと僕は思ってて、そういう状況がずっと続いていると。だからまずは底上げしないといけないから初心者向けの講習会ってやってきたんですけど、まあ、ある程度行き渡って次はもうちょっとその実際のある程度バックグラウンドが上がった上で その中上級の人たち向けに講習会やって、やっていこうということで、ちょうどこれいい場所に来たので、これからずっとこれを続けていこうと思ってて、今日はその第1回目なんですけれども、まあこの精神で生物学者がデータ解析する時代であると。だからインフォマティシャンとかそういうテクニ情報系テクニシャンに仕事を振ってはい終わりっていう時代じゃないよと、そういうことですね。だから、まあ、生物学者による情報処理技術研究会って12年前やってましたけど、それがこういう勝手なガーデン飲水的な論理ですけど、このアジャックスアドバンスという形に持っていけるといいなと。なんでアドバンスとかっていうと、まあ、N700 系のやつで新幹線ですね、 N700A でブレーキ性能を上げましたということで、新幹線もそう言ってるから同じようにするといいかなと。このアジャックスって言葉は結構ルフしちゃったので、それを使ってこうやるといいかなってことで、アジャックスアルファとか A とかちょっとなんかいろいろ言ってますけど、そういう意味です。で今日はですね、じゃあどういうとこから攻めるかということなんですけど、一番身近なところから貝より始めようということで、我々自身が普段開発しているもののツールを皆さんに知っていただいて、それをもっと親しんでいただいて始めようということで、まあ僕と一緒に働いている4人のもの後ろに、今それぞれおりますけど、4人のものが作っているツール、この辺のものになるんですけど、これいちいちはもう今は僕は言いませんけれども、NGS のデータベースを使いやすくするツールであるとか、遺伝子発現データセットのリファレンスを作る話であるとか、それを解釈する話、あと、拡散配列、塩基配列に対して高速に検索するエンジンを作っている、でそれを利用する話であるとか、そういうものの講習を、主にこれはお昼ですけど、お昼以降にやろうというふうに思ってます。で、午前に関してはこの午前じゃないな、あれミスりました。午前はこのお二人の方にですね、お話しいただくと。だからさっき言いましたその、ネイチャーダイジェストの座談会で僕以外にいた3人のうちの2人の方を、にお話していただくと。まずはだから、皆さんご存知中村康和さんに、お話ししていただくと。中村さんはこのように言ってます、学生時代周囲にできるやつはたくさんいたと、けれどバイオマティクスができたから生き残ることができたと思うと。皆さんもそうだと思います。ぜひその先輩に学びましょうということですね。で、あともう一人、こちらの方は理研の方からお招きしたんですけど、粕川さんですね。粕川さんは実は僕がその12年前ぐらいに一緒に、働いてた情報学の研究をやられ
ずっと大学院までやられてて、なぜか理研で一緒に働くことになって、一緒に働いてくれた人なんですけど、彼はすごいその生物の方の研究にも興味を持って、やってくれて、バイオマジシャンから生物の発見を導きたいと、僕もこれ常々思ってるんですけど、お前は生物理学位取ったんだからダメだというふうに言われるんですけど、実際そうなんですが、彼は本当にその情報学の方で上がってきた人なので、その情報学から、上がってきてこちらに残っている人で、なかなかクールな話、クールっていうか、なんかちょっと冷たい話をする人が多いんですけど、春川さんはそうじゃなくて非常にかっこいい話をしてくれるというか、理学研究所でやってきたファントムですね、今年度かいっぱい論文が出たので知ってると思いますけど、ファントム5のことをいろいろ話してくれるというふうに思いますので、非常に期待しておりますので、ぜひ皆さんもなんかいろいろ質問して盛り上がっているか、聞いてみてください。私の前座はこんなもんで、後の準備がいいようなので、安川さんに代わりたいと思いますが、何か僕が言ったことで質問とかあります？特にないと思うんで、その辺でいろいろうろうろしてると思いますんで、いつでも言っていただければいいんですが、で今回実は一つ皆さんに言ってることは、この講習会で話を聞くだけじゃなくて、データ解析よろず相談ということで、困っていることとかを ぜひ聞いてくださいと、我々スタッフの者に聞いていただいてもいいし、僕に直接聞いていただいてもいいですので、どんどん聞いてくださいと。でなんでこんなことを言うかというと、データ解析で困っててなかなか聞けないっていうのが多いというのがもちろんありますし、先日の分子生物学会でそのデータ解析よろず相談やりますよと、だから何でも聞いてくださいねって言ったら、すごく多くの方から、私ご相談いただいたんですね。じゃあこういうふうに言った方が皆さん聞きやすいのかなと思ったので、今回も講習会と言ってますけれども、空き時間にですね、捕まえていろいろ自分の困っていることとか相談してみてください。もちろん答えがすぐ得られるかどうかわからないんですけれども、もちろん一緒に考えて、やっぱりこの人もこう思ってるんだなみたいなぐらいはわかると思いますので、ぜひ利用してください。すいません、いろいろ長くなりましたが、私からの話は以上です。終わりです。